本日も友人に乗せてきてはもらいましたが、風速2頭出ていたのにすごい強風です。いつものように一緒に飛んでるつもりでいろんなものを探してみましょう。じゃあ行きますよ。離陸ホームポイントが更新されます。今日はもうものすごい風強いです。そうですね、飛ぶの嫌になるぐらいですよね。まあただこんな日はすぐ近くに砂めりいるので、せっかく日も昇ったことだし行きましょうかね。よし、じゃあ行きましょう。ウィーンと天の声です。せっかくなので風の音も楽しみながら一緒にご覧ください。早速いたようですよ。ちょっとずつ近づいてみるか。今日は風があるからね、羽音が聞こえないはずなんだよ。寄ってきた。どんどん寄ってくる。なんだ一体。わー、6頭になったよ。男同士集団でしょうか、また。これは男同士だな。この波の中よく泳いでるな。波音はさすがによく言ったもんで、もうこの波じゃ絶対動かれちゃわからないもん。親子です。うわー、こんな激しい中、そりゃまあいるわな。うわー、これ波の間に入った時に気をつけないと波に持ってかれる。寒い。でもたび天の声です。もうすぐクリスマスですね、まあ、寒いのは分かりますが、この後一切解説がありませんでした。というわけで僕が代わりに補足をいたします。なぜこの親子を追いかけたかというと、毎年赤ちゃんを産んでいるこのお母さん、何年か前クリスマスの日に一頭でいたからです。寒い。その前に子離れ、母離れをしたということですよね。もうそろそろかなと思い後をつけることにしたのです。いやー、確かに寒かったです。いくら GPS が効いているとはいえ、指先の感覚がないのできちんとドローンで追いかけることができません。潜ってしまったのでアングルを変えてみました。まあそれでも寒いのは変わりません。この季節はザトウクジラやコククジラ、マッコウクジラ、そして天敵のシャチなどがやってきますが、今お母さんが探しているのは多分このシロという魚だと思います。もうすぐ赤ちゃん産まなければなりませんからね。やっぱり無口になっちゃいますね。一応この城がいるのか。天の声です。現場ではこの城が見えたんでしょうね。やっぱりそれを追って荒波の中突き進んでいたようです。お母さんが時々子供の方を見るのが微笑ましかったですね。子離れはまだ先のようです。おお、帰ってきました。お疲れ様。それではまた次回。